タイの AS 社が DD51 を日本から購入して早2年が経ちました。日本の鉄道マニアからの注目はかなり高かったようで、コロナ感染症拡大前には毎月2組ほどが日本からこのラーチャブリー県ノンプラドゥックにある AS 社の車両基地を訪れていたのとのことでした。昨年は私たち有志による DD51 技術支援のためのクラウドファウンディングを実施し、多くの方から寄付をいただきました。そして今年はそのクラウドファンディングの資金を利用して念頭に現地での技術支援を行うに至りました。その後コロナ感染症拡大のために2回目の技術支援は無期延期、3月に予定していたリターン用の 24K 寝台車と展望車で行くタイでの旅行企画も残念ながら直前になって中止となってしまいました。私の方は3月に日本に一時帰国していたのですが、タイへの入国に制限がかかってしまい、タイへ戻ってこれたのが9月に入ってからで、今回久しぶりに AS 社の車両基地を訪れてみました。その後 DD51 の方は1137号機が今年中旬より、1142号機が10月からタイ国鉄南本線の複線化工事に本格的に投入されています。そういった関係で現在この車両基地では DD51 を見ることができません。今回の訪問の目的は、私が日本にいる間に翻訳をした保全マニュアルを渡しに来ることでした。約70ページほどですが、専門の知識が必要で、現地で指導を行った唐島さんに内容を確認しながら翻訳をしました。この映像に映っている場所は車両基地のあるノンプラドゥックの事務所です。ご覧の通り事務所には北斗星のヘッドマークが飾ってあります。こちらには豊岡真澄さんのサインが入っています。さて AS 社で鉄道車両を管理しているソウントさんにマニュアルを渡し、マニュアルの概要を説明したり、現状の不具合や要望などを今回確認しました。事務所でのミーティングが終わってからは、工事現場へ DD51 を見るために移動しました。南本線に列車は走っていますが、1日に数列車は数本であり、他の公共機関もないことから、今回は車での移動ということになります。現在1142号機はラーチャブリー県ノンプラドゥック駅の一つバンコク寄りの駅、クロンバンタン駅あたりを動いていました。現在 DD51 は複線用レール敷設工事でバラストを敷くために使用されています。時速はかなり遅いですが、やはり本線を走る姿はかっこいいと思います。もう一機1136号機はペブリー県ノンプラーライ駅周辺で動いているとのことでした。車両基地のあるノンプラドゥックからは車で約1時間半、水田地帯のど真ん中にある場所です。訪れた日は隣駅のカウヨーイ駅周辺で作業をしていることだったので、翌日訪れることにしましたが、日曜日は休日のためノンプラーライに駐機しているとのことで、結局1136号機を見ることはできませんでした。駅周辺では複線化工事はある程度進んでいるほか、
新駅舎も建設中でした。これまでの木造の田舎の駅からこれまでよりは大きな鉄筋コンクリート造りの駅です。複線化により現在使用されているタブレット交換による閉塞はこの辺りでは今後見られなくなってしまうのでしょう。ちなみにノンプラーライへ停車する旅客列車は1日5本、1日の利用客は5名ほどだそうです。後日1137号機の写真をソンウッドさんよりいただきました。低い位置からのアングル、そしてホッパー車を連結してカーブを走っている姿が、これを見るとかっこいいですね。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。